ロシアの女帝エカテリーナ2世。女帝は女性の皇帝、あるいは天皇のこと。後者の現代的表現としては女性天皇がある。エリザベス1世ヨーロッパの言語では、一般に女帝と皇后は区別されないが、前者は自らが定位を有するのに対し、後者は配偶者が定位を有するのであり、概念上は区別される。表現上も区別する場合には、 例えば英語では、女帝はエンプレスレガナントと言い,い、皇后はエンプレスコンソートという。全皇帝の血族である女性が即位する場合と、皇帝家の血族ではない皇后が、夫などの死後、女帝として即位する場合が多い。ロシアのエカチェリーナ2世や東ローマ帝国のエレーネーは、後者の例である。また、書によっては、女性が皇帝の貢献として、 政治を行う場合に、女帝と呼ぶ場合もある。このような例には、東ローマ帝国がある。マリア・テレジアは神聖ローマ皇帝ではなくその皇后に、杉内がハプスブルク家の課長として、絶大な権威と広大な領土を保持していたことから、日本ではしばしば女帝と呼ばれる。夫のフランツ一世イステファンは、共同統治者であるだけでなく神聖ローマ皇帝として、 平意にもあったが、宮中で軽んじられていた。女性天皇も参照。現代の社会において、一定の地位で活躍する女性を例えて、女帝と表現することもある。北畠地カフサ、人脳聖陶期』では、女帝と書いて、女体と読む要例がある。ありがとうございます。